こちらはですね、バッタのオープン展示になっています、全然檻というかね、柵も何にもないので、好きに1個捕まえてもらってですね、こんな感じで、バッタをですね、身近なところで、観察したりですね、すればまた面白さも倍増するのかなというふうに思います。いやもう小さい頃は本当あの泥んこまみれになって音を兄弟の中で遊んでたもんですからもうすごい懐かしかったです。いろんなバッタに会えていろんな虫がいっぱいいてとっても楽しかったです。本当に身近なところに意外にもこういった生き物がいるということを感じてもらってそういった生き物と私たちが共存するような社会そういったものを感じてもらえたらなというふうに思います。見て見てここいっぱいいるからここ取って取って。